ラドクリフカメラは、イギリスオックスフォード大学の図書館の一部。交語で、ラドカム、あるいは1930年代には、オックスフォードのマイナス ER 式に、ラダーと呼ばれていた。設計は、ジェームス・ギブス。英国風、パラディオ式の建物である。オックスフォード大学のラドクリフ科学図書館として、1737年から1749年に、かけて建設された。 現在は閲覧室として使われている。なお、カメラとは、ラテン語で、丸天井の部屋を意味する。ウィリアム3世からメアリー2世の知性に活躍した医師、ジョン・ラド・クリフは、自身の死の2年前である1712年に、オックスフォードの新図書館建設を企画した。17世紀に作られた、ボドリアン図書館を、セルデン・エンドから西に拡張するというものであった。建設は、 ラドクリフの遺言に基づき、ラドクリフの遺産を使って行われた。ただし、建設された場所は、ラドクリフの希望した場所とは異なっている。1714年12月8日に作られた遺言書には、私の指定遺言執行者は、建設費として10年間に4万ポンド、つまり1年あたり4000ポンドを提供し、提供開始は、私の姉妹2人が死んだ後になされ、建物は、 私が図書館建設に向いていると判断した、セントマリースとキャットストリートの建物の間に作られ、図書館支所には毎年150ポンドが支払われ、図書購入費として可能な限り1年に100ポンドが支払われるであろう。とされていた。しかしながら、キャットストリートに面する土地の多くは、校舎や庭、ブレイズノーズカレッジの建物の一部、 ブラックホールなど多くの建物によってすでに使用が計画されており、その計画のいくつかには大学自身が関与していた。特にブレイズノーズは計画中の土地を明け渡すのであれば代わりにハイストリート沿いに同じ面積の土地を提供するよう求めた。そのため、ラドクリフカメラ建設責任者はこれらの権利者と交渉をせねばならなかった。1720年の議員立法で、 図書館建設のためであれば、どのような組織にでも、大学の土地を売却できることが決まったが、計画から建設地の決定までには20年以上を要した。建設事業は、オックスフォード大学、クライストチャーチの学部長、フランシス・アテルバリーによって進められた。エクスター・カレッジの敷地に90フィートの建物として建設し、地下界は、エクスター・カレッジ用の図書館。 地上界は、ラドクリフ図書館として計画された。設計者の選定は1720年初頭から始まった。クリストファー・レン、ジョン・バン・ブルグ、トーマス・アーチャー、ジョン・ジェームス、ニコラス・ホークスムア、ジェームス・ギブスらの名が挙がった。結局1734年、ホークスムアとギブスに計画立案するよう要請が出され、ホークスムアは、ボドリアン図書館用の木造建築物を担当し、 ギブスが、ラドクリフカメラの建物を担当した。ニコラス・ホークスムアが作った、詳細な計画書は、現在は、アシュモレアン博物館に収められている。1737年5月17日、建設のための財団が設立された。建設の経緯は、ギブスの著書ビブリオシーからドクリビアナや、財団議事録、建設ノートに記載されている。その一部を挙げると、 オックスフォードのウィリアム・タウンセンド氏とオーリックのウィリアム・スミス氏が石膏、ジョン・フィリップ・ジュニア氏が大工検査し物氏、ジョージ・デバル氏が廃棺工、タウンセント・ジュニア氏が石材彫刻家、ロングベイカーのリネル氏が木材彫刻家、イタリアのアルタリ氏が左官、マイケル・ライス・ブラック氏が大理石像の彫刻家、ブラックレイ氏がジョーマエアとして選ばれたと書かれている。 ウィリアム・スミスの父フランシスも石膏に選ばれていたが、建設開始後間もない1738年に亡くなっている。1739年、ジョン・タウン・センドが父の死後仕事を引き継いでいる。1748年に完成し、管理人検視所が任命された。1749年4月に記念式典が模様され、物理学図書館としてスタートした。 最初の60年間は科学以外の蔵書も集められたが、1811年以降に自然科学に関する書籍の収集に特化するようになった。19世紀前半には、貨幣、大理石彫刻、枝付き食材郷像、石膏像なども集められたが、後に別の場所に移されている。1909年から1912年にかけて、ボドリアン図書館につながる。 地下通路が建設された。二つの図書館を結ぶ構想は、1861年に、ボドリアン図書館長だったヘンリーやクランドなどからも提案されていた。その後、物理学の蔵書が別の建物に移されて、ラドクリフカメラは、ボドリアン図書館の付属閲覧室となった。建物と隣接している土地の保有権も、1927年に、ラドクリフ財団から大学へと移された。 上階閲覧室にはマイケル・ライス・ブラックが作ったジョン・ラドクリフの6フィートの大理石像が置かれている。現在置かれている蔵書は英文学、歴史、進学に関するものである。また、地下の書庫には約60万冊の在庫がある。大学協会から見たラドクリフカメラ建物はイングランドの遠景図書館として最初期のものである。 大きく地上階と地下階の二つに分けることができる。上部のドーム部分の元は地上階の床まで吹き抜けとなっており、その周囲の部分が二階建て構造になっている。吹き抜け部の周囲は八本のコリント式の柱で支えられている。地上階の二階部分と中央吹き抜けとの間は手すり湖であしらわれた柵で区切られている。地上階二階には美術品展示部分もある。地下階は 霧石積み構造になっている。霧石として使われている石はヘディントンとバーフォードから運ばれたものである。ドーム部分は鉛で覆われている。原案では石のドームだったが2メートルほど作られた時点で現在の形に変更された。当初は内部の壁とドームが調和していないとされ、後に彫刻された石と置き換えられた。ドームの一部装飾は 石膏で作られている。ありがとうございます。